ある程度順位争いが拮抗してて動きづらいとか、ちょっとあの拮抗してる時は割と急いだ展開なんですけど、ちょっと、ま、条件のついた争いだとね、どうしてもやっぱり上がりが遅くなるので、親はある意味テンパイリーチって言えばそこで仕事完了じゃないですか。そうですね、やっぱりその流れっていうものの正体の一つがそれだったり しますよね。お、確かにそうですね、展開がやっぱり向くんで必ず、久渡いいですけど、まあ親は目がまた先を越すんでしょうかね。もういいですね、これでイシャンテン、しかも形がいいな。でも山前さんは引かないですよ、やっぱりあの竹澤プロも、病などを相手にするときは、いわゆる脅かしのリーチっていうのは、あんまり通用しないんだろうなと思いながらやってます。今の病プロみたいな立場に、いれば通用するだろうなと思って打つんですけど、普段はですね、ここで例えば病さん以外の人が脅かしリーチかけたところで、病さん引かないですからね。だったら慌ててリーチ打たずに、これでドラキッドリーチですね。リーチ打つんですね。多分リーチするでしょう。はい。サブローマン。さあこれで決着つけるか。マンガンですからね。これで。行くぜ、お前さんが。行くんでしょ。はい。早すぎて見えない。ローソーを一発で切りました。早すぎて見えないと思って。もうね、言っといてくださいよ。気持ちはわかるけど。まだリアンシャンテンなんですけどね、これね。もう無視だもん、ハイパーピンでいいシャンテンですね。これ久渡は何とも思わないのかな。まあでも自分でも、で自分でもそうするから同じことなんですよ ね。なるほどね。まあ来るよなっていう、僕ですら行きますからね、こんな時は。そうですか、はい。ああローピンから切るかな。周り誰も来てないからローピンから切る意味がないですね。ローピン重なるかもしれないんで。いっちゃうでしょ、全部ローピン、スーピンとイースーソー。いいですしね、あんまり嫌う理由がない。ドラのターツとイースーソー、本当だ。お、セトクマも、お、いいシャンテン。そうですね、一応はそうなんですが、うわ気持ちがいい、見てるとこの久渡のリーチに無筋をバンバン行く、なんか気持ちよさそうですね。そして当たり牌が少なくなってきますよ。そのまま結構固められてますからね。お、来た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 、これもう中連ポートはないですか。空想から当然行きますよね。そしたら山井さんがギリギリ、ここで対局終了です。裏が乗れば春ドラですが、はい、乗りました、乗りましたね。その積もった3万が裏ドラになりました。最後佐々木久渡上がって対局終了、トップは山井です。そして2番手佐々木、さらには3番手瀬戸熊でラスが村上ということになりました。山井プロ、はい、今の局面なんですけども、はい、佐々木久渡のリーチなんか怖くないですか。いや、まあ状況的にそうですね、もう、はい、まっすぐ行って、はい、という怖いですけどね。ああそうなんですか。勇気を振り絞って、そのあたりの本音がね、はい、